皆さん、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。前回と前々回、今までとは少し違った試みとして、江戸の人たちの懐事情を解説してみましたが、皆さん、いかがでしたでしょうか？いつもの動画よりも、少し雰囲気を変えた感じで作ってみたけど、どちらの動画も、おおむね好評をいただけたみたいで、俺らも何よりなんだぜ。それで、この間の動画でこのチャンネルを初めて知った方も多いと思われますので、改めて説明を。このゆっくり大江戸は、江戸時代を時代順、ジャンル別に解説しているシリーズなんだよな。すでに50回にわたりお送りしているこのシリーズ。前回のような結構ライトなお題もあれば、こってりと濃い内容でお送りしている回もあるわけで。まあ、我ながらなんてマニアックなんだろうって思うこともしばしばだけど。濃くてもマニアックでも、わかりやすく楽しい動画に仕上がっていると思うから、過去動画もぜひチェックしてみてくれよな。それで、今回のお題は、今回は、吉宗の動画の続きのお話。前回で長かった吉宗の時代もようやく終わったから、今回から9代の家重の時代に入っていくってことか。そうね、家重が将軍を務めたのは、西暦でいうと18世紀半ば。イギリスで産業革命が起こる直前の時代の将軍ね。正直さ、父である吉宗は、江戸時代の将軍といえばこの人っていうくらいに有名な人物。それに比べて息子の家重は、いまいちパッとしないイメージなんだよな。まあ家重というと、大河ドラマでの中村梅雀さんの熱演をご記憶の方も多いと思います。生まれながらに言語障害があったんだっけ？そう、しかし、その障害があったということを除いたとしても、総じて評判の良い将軍ではないわ。これは有名な話だけど、発する言葉は一部の側近にしかわからなかったらしいし、他にも手乱とか、癇癪持ちとか、頻尿だったことから口さがない人からは小便久保なんて呼ばれて、果ては、あまりにも人を寄せ付けなかったためか、女性であったなんていう説もあるくらい、なんだかよくわからない将軍なんだよな。そうね、まあ現在家重という将軍を語るとき、偉大な父を持ったがためなのか、またその身体的な問題からなのか、そういった性的な部分ばかりが取り沙汰されがちな人物ではあるわ。まあ、性格悪いってことで言えば、歴代の将軍でもっとヤバい人物はいっぱいいるしな。家重という将軍を端的に言うならば、自身が表に立たない代わりに、有能な側近を重用して幕政を担わせ、そして、表だった家中の争いもなく、嫡男を立派に成人させて時代に繋いだ。武家の棟梁としては、十分及第点にあると言える人物だったのよね。まあ後継者がいなくてすったもんだした先祖に比べれば、よっぽど立派に将軍を務めた人ってわけなんだな。それに家重の時代は、幕府がそれまでの米主体の重農主義から、貨幣主体の重商主義に転換を図った契機になった時期でもあるので、時代的にはとても重要な回なのよ。これからやる田沼時代を迎える前に、どうしても押さえておきたいポイントって時代なんだな。今回は、そういったあまり語られることのなかった、宝暦期の時勢も絡めながら、将軍徳川家重を解説していきたいと思います。徳川家重は、正徳元年、1712年、紀州藩藩主、徳川吉宗の長男として、江戸の紀州藩邸に生まれる。幼名は長富丸と言ったわ。母親はお妻の方だよな。ドラマだと角地佳子さんが演じていた。この時吉宗は28歳。御三家当主として、政務もバリバリこなし、最も脂の乗った時期であったと言えるわ。嫡男も生まれて、仕事もプライベートも順調そのものだよな。そう、ただ皮肉なことに、この家重は吉宗最大の、そして生涯にわたる悩みの種になってしまったのは前回解説したところ。さっきも言ったけど、言語障害があったんだっけ？家重は生まれつき虚弱だったばかりか、一種の脳性麻痺による言語障害があったと言われ、それが原因からか、非常に内気な性格になってしまったというわ。家重は言葉が不明瞭なだけで、知能は正常だったと言われているからな。自分の言葉が相手に伝わらないもどかしさや、他の兄弟へのコンプレックスは想像を絶するものがあるよな。家重には4つ下と8つ下の2人の異母弟がいたんだけど、宗武に宗忠だな。そう、この2人の弟はすくすく育っていたため、気弱で内気な嫡男の存在はますます吉宗の頭痛の種になっていたわけ。そうだよな、享保元年には吉宗が将軍を継ぐことになったから、今度は将軍家の嫡男としてのプレッシャーがのしかかってくることになるわけだもんな。軟弱な性格で、武芸、学問に全く興味を示さない長男に、吉宗はあの手この手と手を尽くす。東大一の学者、室久僧を家庭教師につけたり、城内で行わせた裁判を見学させたり、吉宗なりに家重になんとか立派になってほしいと不信していたわけだ。享保10年、13歳にて元服、ここで名を家重とするわ。そういえば、将軍家の嫡男は必ず家の字が入っているんだよな。吉宗は折に触れたかがりに連れ出すなど、なんとか家重を外の世界に興味を持つよう仕向けるんだけど、のれんに腕押し。しかも、長汁に従って遊びを好み、私食に溺れるようになっていってしまうわ。まあ、想像を絶するコンプレックスとプレッシャーからか、お酒に逃げてしまったんだろうな。でも、これじゃあ後継ぎ失格になってしまっても仕方がないんじゃないか。事実、勝手がかり老中の松平の利里に拝着されかかってるし。まあのりさとに言われるまでもなく、吉宗も真剣に拝着を考えていたのは事実らしい。長子相続、結局は家重に決めざるを得なかったわけだからな。まあこれに関しては諸説あるんだけど、やはり、家康が定めた長子相続の原則に最後は従ったんではないかとは思う。ただ、お家が潰れてしまっては元も子もないわけ。そりゃそうだ。吉宗は、心もとない家重の周囲を有能な側近で固めさせるとともに、その目はすでに時代に向けられていたの。時代っていうと、家治のことか。そう、後20代将軍となる徳川家治は、家重27歳の時に側室との間に誕生した男子で、家重にとっては待望の長男であったわ。家重とは打って変わってすごい利発な子だったっていうよな。吉宗の晩年は、この利発な孫、家治を育てることに全力を注いだと言っても過言ではないのよ。吉宗が超孫バカだったってのは有名な話なんだけど、当の家重はどうなんだ。将軍になって少しはシャンとしたのかな。そうね、そう思いたいのは山々なんだけど、将軍職を継承した家重は、その重圧から逃れるように、ますます私食にふけるようになった。ダメだこりゃ。政治そっちのけで趣味に没頭する毎日。身支度を極度に嫌い、髭も剃らせなかったことから、平掃除の家重の見た目は、髪はボサボサ、髭はボーボーであったというわ。全部近習がやってくれるというのに、身だしなみを嫌うっていう性格は、やっぱりなんか病的なものを感じるけど、担当の家臣はさぞ暇を持て余していたことだろうな。長年の飲酒がたたってか、年を経るごとに病弱になっていく家重。その晩年は、ほとんど多くに閉じこもったきりになってしまったわ。征夷大将軍という最強の引きこもりが江戸時代にいたわけだ。ただ、極度の頻尿で、小便久保などと揶揄されていた家重も、いざ身支度を整えると、それは威厳があった顔立ちであったというから驚きよね。戦災に伴う改装で行った遺骨調査でも、家重は鼻筋の通った美男子であっただろうという推察がされているくらいだからな。宝暦10年、50歳になった家重は、持病の悪化を理由に隠居。家督は嫡男の家治が継いだわ。潔い引き際みたいだけど、実際は家治が成長するまでいやいや将軍をやっていたって感じに思えるな。まあこれは最愛の側近の死去がきっかけだったとも言えるんだけど、病気もかなり進んでいたらしいわね。最大の理解者が死んでしまっては気落ちするぜ。家治への家督相続の翌年、宝永11年、旧大将軍家重死去。51歳であった。とまあ、家重の御世は15年ほどであったわけなんだけど、父の吉宗をはじめ、周囲のお膳立て、サポートがあって、やっとのこと務めきったって感じだけど、この家重の時代、宝暦は、特に大きなことはなかったよな。そう、この家重の治世は、紙面並み静か、と評されるほど、平穏であったというのが後年の評価なんだけど、それは、家重が引きこもって政治に何も言わなかった、というだけで、水面下では様々な出来事が起こっていたのよ。波静かだったのは将軍家の家中だけだったってことだな。家重の時代は、吉宗の推進した享保の改革の遺産があり、表面上の財政は安定していたんだけど、代わりに吉宗の改革による増税策により、一揆が続発していたんだよな。吉宗が隠居したのも、松平則里が罷免されたのも、こういった批判をかわす意図があったという説もあるくらいだし。そう、家重の時代というのは、長年の緊縮財政による社会不安の増大という、吉宗の負の遺産も背負うことにもなるのよ。そんな中、将軍の家重は政治に興味を示さず、まあ、政治に関しては、老中をはじめ、幕閣がよく支えていたわけなんだけど、何せ将軍の家重は、言葉が不明瞭で誰も聞き取れる者がいない。それを唯一聞き取れるのが、小姓上がりの大岡忠光だったって話だけど、よく考えれば、将棋がめっぽう強かったってほどに知能は達者な家重だから、十分に筆談もできただろうに。なんで忠光だけってなったんだろう。吉宗によって小姓に抜擢された大岡忠光は、もともとは小6の旗本の家の長男で、あの町奉行の大岡忠相とは縁戚の関係にある人物であった。この忠光は、鼻から暗具と決めてかかるこれまでの世話役と違い、根気よく面倒を見たため、家重からの信頼は絶大で、後に大名となるなど、異例の出世を遂げているわ。要は吉宗の時代に廃止した、蕎麦用人ってやつだろう。家重の言葉を理解できる唯一の人物だってことだし、もはや独裁。権力欲しいままじゃん。それが、忠光はそれまでの蕎麦用人とは違い、権力を自身に集中させることはせず、よく老中らと協調し、万事控えめに立ち回った。すげえ、それまでの蕎麦用人の傍若無人な振る舞いを散々聞いているから、忠光のそれはまるで聖人だな。将軍の言葉を意のままに伝えることができたにもかかわらず、決しておごることや、幕政に口を挟むようなこともなかった忠光は、庶民の評判も良い大変優れた人物であった。ただ、これは当時決して悪いことではなかったんだけど、賄賂は拒まず、終戦には積極的であったというから、結構したたかな人物であったのは間違いないわね。何かをお願いするのに付け届けは当たり前の礼儀だし、それに報いるのも当然の礼儀って時代だからな。そう、ただ、この忠光が築いた側近としての地盤は、そっくり後輩の小姓、田沼意次にも継承されていくことになるのは面白いところよね。そっか、田沼小一の意次は、もともと家重の小姓だったってわけだな。忠光から薫陶を受けた意次は、次第に家重の信任を得て頭角を現していくことになるんだけど、それはまた別のお話で。さて、こういった周囲のサポートにより、幕府の各部署に予算制度を導入したり、酒造統制の規制緩和など、緊縮一辺倒の吉宗時代とは違う、いくつかの経済政策を行った家重だけど、この法暦の政治で最も特徴的な部分としては、諸役人の厳罰主義が挙げられるわ。綱吉もやった綱紀粛正というやつかな。増税策の影響で、各地に一揆が多発していた当時、きっかけを作った各地の年貢増収派の代官は、次々に罷免されたわ。年貢増やせってのは吉宗時代の幕名だったはず。それなのに都合が悪くなれば首って、かわいそうなお代官様。特に、江戸三大一揆に数えられる岐阜の郡上一揆では、管轄の郡上藩、相良藩が改易にされたばかりか、それに関わった幕閣も多数処分されたの。郡上一揆って映画にもなっていた一大一揆だよな。一揆で幕閣まで処罰されるとはまた珍しい。そう、家重自らが真相の徹底究明を指示したとも言われるこの事件は、新進気鋭の田沼意次が参加した評定所の吟味により、老中、若年寄、大目付、勘定奉行らが一斉に処罰されるほどに徹底されたもので、百姓一揆で幕府上層部にまで処罰が及んだ例は、これが唯一であったほどの異例の事件であったのよ。まさに徹底的だな。これによって、それまでの主流だった年貢増収派の幕閣は一掃された形となり、幕府の重農主義は否定されることになった。なるほど、これで意次ら商用に間接的に税金をかけようという、重商主義を目指す一派が台頭することになったわけなんだな。それから最後にもう一つ。江戸時代に尊王論者が弾圧された最初の出来事として、宝暦事件が起こったのもこの家重の時期ね。宝暦事件。神道家である竹内式部の抗議をきっかけとして巻き起こった、公家の尊王運動で、幕府の専制に不満を唱える公家が多数処罰された事件よ。尊王って言うと幕末だけど、幕末に起こった尊王運動の端緒とも言うべきこの事件は、初版の藩士の有志を糾合し、将軍を日光に追放するという、討幕計画を構想する者まで現れたほどよ。討幕っていうという小説を思い出すけど、よく考えるとあの時も世情不安定な時期だったもんな。そう、世の中が不安な時に限って巻き起こる尊王、そして討幕。この時は小さな火種だったものが、後に大きな渦になって幕府を飲み込むことになるのはご存知の通り。それはまだまだ先のお話になるけれど、この時期にそのきっかけが起こっていたというのは押さえておきたいポイントよね。なるほど、こんな事件が重なったこともあって、幕府は順応主義に限界を感じたってことなんだな。ゆえ小説の乱が起こった慶安期も、幕府が文治政治に転換した時期だったから、これは興味深いところだよな。そう、まあいろんな意味での転換期を迎えていたっていうのもこの時代の特徴なのよね。といったところで今回は終わります。田沼時代へ続く重要回ではあったんだけど、やっぱり家重はつくづく将軍に向いていない人物だったよな。そうね、父の吉宗の時代の特徴の一つに、側近政治の廃止と将軍の権威の回復というものがあったんだけど、この家重の時代に見事に失墜してしまったわ。そりゃ自ら藩を垂れなければならない将軍が、あんな手いたらくじゃ。そういえば、綱吉の将軍継承の前に、将軍は飾りでいいなんてことを言った幕臣がいたけど、まさにその通りになっていったわけだ。以後の時代、将軍はほぼ傀儡となってしまい、幕閣側近による幕政が主流となっていってしまう。あれほど吉宗に期待された家治も、結局田沼が主役になってしまったしな。一橋、田安に並ぶ家として、家重は次男、重吉を立てて清水家を成立させ、後に御三卿と呼ばれる家々が確立したのもこの時期で、将軍家の家族ということで、幕府への発言力も絶大な彼らは、領地の運営もなく暇なため、常に清掃に明け暮れていたというわ。この後の将軍軽視決定のイニシアチブを握られてしまったのもこの頃からなのか。吉宗が目指したのは、初代家康のような将軍新政だったっていうのに、その蒔いた種はまた別の方向に行ってしまったのは皮肉っちゃ皮肉なんだぜ。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか。米の吉宗から、金銭の田沼時代への通過点ではあったけど、どうして田沼が台頭したか、なぜ幕府が重商主義へ転換したのか、そういった部分を考えながら聞けてよかったぜ。次回はいよいよその田沼時代に突入といきたいんですが、少し間を挟みたいと思います。田沼時代は、長くて内容も多岐にわたるから、まあ勉強の時間をくださいってことかな。最後に皆さんのご意見ご要望、グッドボタン、チャンネル登録などしていただけますと大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。